エトラちゃんは見た。ある日の仕事帰り、ちょっと気分転換に普段は行かない大型ショッピングセンターに行った。日用品の買い物を済ませ、ついでに夫に何か買おうかなと思って歩いていると、フロア内にあったイタリアンレストランから見知った顔が出てきた。それはまさに私の夫で、それもニコニコしながら若い女の子と手をつないで出てきた。え、なんでこんなところに？っていうか、あの子は誰？呆然と見ていたが、夫と女の子は私に気づかず、そのまま歩いて近くの雑貨屋に入っていった。事情を知らない人が見ればまさに仲のいいカップルって感じで、ずっとくっついて歩いてたよ。今日仕事って言ってたのに嘘ついて浮気って。やや遅れて夫に対する怒りが湧き上がってきた。最初は走り寄って思い切りぶん殴ってやろうかと思ったけど、もしここで暴れたら取り押さえられるのは私だって考えが即座に浮かんだ。あまりに怒りが高まるとかえって冷静になるんだなーってなったよ。ともかく頭を冷やした私は慎重に二人の後をつけることにする。雑貨屋で小物を見てる二人に気づかれないよう、商品棚を挟んだ反対側に移動して二人の会話に耳を澄ましてみる。これかわいい。ねえ、ルミちゃんに赤ちゃんできたらこれ買って赤ちゃんに着せたい。絶対にコウジ君とルミちゃんの子供だもん。かわいいよ。うん、かわいい。いいんじゃないかな。聞いててムカつくを通り越してヘドが出そうになる。二人はずっと将来の生活や赤ちゃんの話をしながらイチャ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 。この女、相手が既婚って知らないのかと思った私は、いかにも買い物してましたな雰囲気を出しつつ、偶然を装って二人の前に出て行った。あ、こんばんは、コウジさんですよね。やだ、偶然と、あえて妻としてではなく知り合いを装って声をかける。夫は私を見た瞬間から凍りついたように動かなくなった。どうしたんですか？いつもお忙しいから今日はお仕事かと思ったけど、お休みだったんですね。はぁとかうんとか生返事で明らかに挙動不審になる夫。夫の動きを封じたところで、次はルミとかいう女に話しかける。あ、彼女さんですか？こんばんは。わざとらしく声をかけるも、まだ事態を理解していない女は満面の笑みで挨拶を返してきた。こんばんは。私、いつもコウジさんにはお世話になってるんです。今日は二人でお買い物ですか？いいですね。はい、今日はコウジ君とご飯食べに来てて、私の誕生日だったので。ああ、そうなんですか。おめでとうございます。会話の間、夫は顔を引くつかせて、今にも泣き出しそうな様子でこちらをチラチラ見てくるので、私はにっこりと満面の笑みで返してやる。じゃあ私はそろそろ。お買い物楽しんでくださいね。はい、ありがとうございます。二人と別れた後、急に寂しさがこみ上げてきた私はトイレに駆け込んで声を押し殺して泣いた。その間、夫からの着信で携帯が鳴りっぱなしになったけど、即着信拒否にした。しばらくしてようやく気持ちが落ち着いた私は、とりあえず帰ろうかと駐車場に向かったところで気がついた。来た時は分からなかったけど、駐車場の入り口真ん前に夫の車が止まってた。それを見て再び怒りと悔しさが湧き上がった私は、このままじゃ終われないって気持ちになった。私と夫は何かあった時のためにお互いの車のスペアキーを持っていたので、それを使って夫の車に乗り込んだ。とりあえず買った荷物をトランクに放り込み、なんとなく後部座席に座る私。いつもより綺麗になっている車内にイラッとしてると、ふと座席に水色の紙袋を見つけた。ティファニーの袋で、中にはいかにも高そうな指輪が入ってた。試しにはめてみるも、私にはサイズが合わなくて、あの女にこれから渡すつもりだったんだろうなぁと気づく。さらに怒りが高まった私は、
復讐して恐怖のどん底に落としてくれると思いながら、そのまま後部座席の足元に潜んでいることにした。どれくらい潜んでいただろうか。しばらくして夫と女が乗り込んできた。私がここに潜んでいるとはつゆ知らず、二人は車を止めたまま話し込み始めた。さっきの女の人、会社の人？あれ仕事帰りだよね。仕事してから帰って家事するのって大変そう。ああ、そうだね。私はお家で専業主婦がいいな。そういえば、コウジ君の奥さんも働いてるんだよね。この女、夫が既婚だって知ってやがった。奥さんとはいつ別れるの？ルミと結婚するって言ってくれたよね。コウジ君、ルミと出会うのが遅かっただけで、本当に愛してるのはルミだけって言ってくれたから。ああ、うん、そうだよ。あの、これ。夫が後部座席を振り返って指輪の入っていた袋を探す。袋と指輪は私が持っているが、私は座席足元に隠れてシートが死角になっている上に、夫も車内に他に人がいるなんて思いもしない。あれ、袋を置いてたのに。あれ、体勢的にもそろそろ限界だったので、思い切って飛び出してやることにした。探してる指輪ってこれかな。うわー、キャー。予想外の出来事に二人揃って絶叫をあげる。さっきの何なんですか。やだ、この人頭おかしい、警察呼ぼうよ。ああ。反響欄になってわめく女に対して泣きそうな顔で固まってる夫。そんな二人に私は指輪をはめた手を突きつけ、ティファニーなんてもらうの何年ぶりかな、ありがとうね。夫はこらえきれずに泣き出し、そんな夫を呆然と見ていた女が突然ハッとした顔になった。ここでようやく私が妻だと気づいたようだ。今日お仕事だったんじゃないの？あ、これ接待。今お仕事中なのかしら。ねえ、コウジ君、これどういうこと？詰め寄る私たちと無言のままうつむく夫。夫が拉致が開かないと思ったのか、女が私に話しかけてきた。あなた、コウジ君の奥さん？そうです。私がこの人の妻ですが、あなたは？私はコウジ君とお付き合いしてます。っていうか、あなたさっきあのお店で会ったじゃない。会いましたね。それが何か？あんまり楽しそうだったからお邪魔しちゃ悪いなと思って。それよりあなた、どこのどちらさん？は？この先どうしていけばいいか話し合わなきゃならないでしょ。あなたさっきこの人と結婚したいって言ってたわよね。そして私は夫に選択を迫った。コウジ君、私とこの人どっちが好き？普段は八方美人な夫だが、逃げようのないこの状況ならば本音で答えるだろうと思ったからだ。私と浮気相手に挟まれた夫はしばらく無言でいたが、やがてポツリと、奥さんです。何それ、私のこと好きって言ったの嘘だったの？泣きながら夫につかみかかる女。夫は無抵抗でされるがままになっていた。夫は一応私を選んだけど、私はもう夫を許す気にはなれなかった。いつまでもふざけたことしてんのよ。お前父親になるんだぞ、何してんだよ。そう、私は当時子供を身ごもっていたのだ。だけど今回の件で夫が信用できなくなり、一人で産み育てることをこの時決心した。お前みたいなのはもういらない。あとは彼女と結婚でも何でも好きなことしろ。そう言って指輪を叩きつけてその場を後にした。そこからの行動は早く、私は帰宅するなり荷物をまとめて実家に帰り、仕事もそこから通った。夫は毎日のように実家に通ってきて玄関先で土下座してたけど、いつも父に怒鳴られ門前払い。数ヶ月後、子供も無事生まれ、父と母が育児にも協力してくれているので、差し当たり今の生活に不安はない。夫との離婚も準備が着々と進み、縁が切れるのも時間の問題だろう。ただ一度離婚に向けての話し合いで夫と面会した時に、子供の写真を見せたら、俺そっくりだな、あんたが浮気なんかしなければずっと子供とも一緒にいられたんだけどね。
ご視聴いただきありがとうございました。離婚したくないのなら、どうして離婚されそうなことをしたのでしょうか。その上、奥さんは妊娠中。旦那さんのその愚かな行動で妊娠中の奥さんの精神に悪影響を及ぼすなんて考えもしなかったのでしょうか。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また面白いと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。